武将中川清秀の主君の裏切り方。中川清秀は荒木村重に仕えていた。ある時主君の荒木村重が、そのまた主君の織田信長を裏切った。でも、荒木村重は織田信長に謝罪して、織田信長の家臣に戻ろうと考えていた。それを中川清秀が止めた。中川清秀曰く、織田信長というのは、一度自分を裏切った相手を、絶対に許さない人物です、と。こうして中川清秀は、荒木村重が織田信長をきちんと、裏切るように説得した。その後、織田信長と荒木村重の戦いが始まると、荒木軍が不利になった。そこで中川清秀は荒木村重を裏切った。中川清秀の息子と織田信長の娘は、婚約した。そして中川清秀は織田軍の一員として、荒木村重の城を攻撃した。こんなことなら、最初から荒木村重に裏切りを進めるなよ、と後世の人は言った。